こんにちは、宮野博隆です。今週の傾向は先週に引き続いてというよりも風がどんどん悪くなると、風邪をひいている人がどんどん増えるのと重症患者が増えている、それと風邪をひいて熱が出たような場合にはですね、非常に症状が取れにくい、熱が下がりにくい、これが11月まで非常にヘルペスウイルスが非常に多くて免疫力が、生命力が非常に低下していると、その後遺症がずっと引き続いているので、いまだにやはり免疫力の問題というものは影響を受けていると。我々患者さん見てもですね、ヘルペスウイルスの関係でそれの後遺症で頭が非常に大きくなって硬くなっている。ですから治療の最後に頭を柔らかくしてまた同じような症状が戻ってこないようにするという、そういう治療がありますけれども、これに非常に時間を食うというか、非常に頭が硬くて難しいと。これは風邪でというよりもそのヘルペスウイルスの後遺症ですね。だからこれからこのヘルペスウイルスの後遺症っていうのは10年も20年も、今年ヘルペスウイルスが非常に悪かった後遺症は10年も20年も続いていくわけですね。非常に恐ろしいなと思います。で、今週の傾向としては非常にその風邪が治りにくいという状態で、熱が出るとですね、私の場合には遠隔という治療のやり方で来院してなくても治療をやりますけれども、非常に今まで以上に熱が下がりにくい人が、一生懸命やってもなかなか下がりにくいという状態が、ありますので、風邪をひいちゃうと大変ですから、ひかないような努力ですね。一番はこれでも言いましたけど、寝不足をしない、これがまず一番ですから、仕事中に右足の5ミリ持ち上げるかかと上げ15秒ですね、これを一生懸命頑張るとかいうようなことで、頑張っていただくといいんじゃないかと思います。前回は免疫のことについてお話をしました。で、その中で食べ物で免疫が上がるということはありませんと言いましたけども、ゼロではないんですね。例えば、ヨーグルト、こういうようなものを取ると若干免疫力が上がるというようなことも報告されています。ビフィズス菌だとかいうようなものの働きというのは免疫に対してゼロではないんですけれども、例えば手上げといって、手上げ、寝てて手を上げて15秒とか、かかと上げ、座ってて右のかかとを上げて15秒、こういったようなことをやると体液の流れが非常に良くなって、細胞に栄養と酸素が十分に行き渡って、いっぺんに頭小さくなり、体液の流れが良くなって、細胞に栄養と酸素が、行き渡るとはいきませんけども、いわゆる供給の仕方が良くなるわけですね。そうすると細胞の力が強くなる、いわゆる免疫力が上がると。そうすると大きく体が変化しますけども、ヨーグルトいっぱい食べたからと、そういったような変化っていうのは出ない。ですから、手上げを例えば15秒、かかと上げを例えば15秒やった効果をもし100とすると、どんなに頑張ってヨーグルトを毎日1年間食べようが一の効果もないという状態で、食べ物によってはほとんど効果っていうのは出ないんですよという言い方をしたわけですね。ただ免疫であるとか免疫力であるとかっていう言葉は、免疫のことはとても複雑で難しく学問としてはあるんですけども、いわゆる一般に患者さんの免疫力になると現代学でそれを上手に説明することができないというのが現状なんですね。で、それで免疫で風邪の問題を言いましたけども、免疫っていうのは幅が広くて、生きていることを全て免疫とか関わるわけですね。まずばい菌を殺す力という、そういう力がありますけども、もう一つはアレルギー、これも免疫の問題なんですね。そうすると体の異変っていうのはもう全て免疫の問題というふうに言えるわけです。で、冬場風邪の問題を話しましたけども、昨日ですね、またテレビでまた乾燥肌、冬になるとよくやってるんですけども、また乾燥肌のことをやってました。テレビでやってるその乾燥肌、この特徴としては、いわゆる乾燥してる、肌が乾燥してる、ですから保湿剤を与えて、潤いを出せばいいと。で、その乾燥するのには理由があって、皮脂が足りなくなるから、だから乾燥するんだ。じゃあなぜ皮脂が足りなくなるっていうような説明っていうのはないんですね、お医者さんの説明には。冬になるとどうしてそのようなことが起きるかというと、免疫の問題、ヘルペスウイルスを除くとですね、い
わゆるヘルペスヘルスというのは慢性の状態なので慢性の、免疫力生命力が低下するという感じなので急性的に熱が出るとかどこかがつらうんと辛くなるというそういうものというのはないんですね。ヘルペスヘルスはところが風邪をひいたりとか風邪をひかなくても風邪の影響が出ると急性的にあっちが痛くなったりこっちが調子悪くなったり熱が出たりということが起きてくるわけです。でそれの一環として、肌の問題もですね乾燥肌も起こってくるんです。風邪 と、乾燥肌とどういう関係があるんだろうといわゆる免疫力が落ちるということ で免疫力が落ちるというのは細胞に栄養と酸素が来にくくなる。それの理由がやはり冬になるとインフルエンザとか風邪とかこういうウイルスが増えて急性の炎症が強くなる。ですから急性の免疫力が落ちるということが起こってくるわけです。そのために、乾燥肌であるとか例えばひび割れが起きるとか、かかとがガサガサになっちゃうとかこういうものもあります。また唇が荒れて唇がガサガサになったり縦に線が出て割れちゃって血が出たりとかいうこともありますけれどもこれもみんな免疫力の低下なんですね。で特にこの皮膚の問題を起こす場合には乾燥肌もそうですけどみんな膵臓と関係している。でこの膵臓というのは一番私から見ると現代医学がよく分かってない部分ではないかなというふうに思います。私もこれ単なる想像です。ですけどもいろんなことの中からいろいろ研究してきた中から膵臓を想像すると外からタンパク質を食べたものを消化して吸収するわけです。その吸収した時に膵臓の弱い人はそのタンパク質の質というかがあまり良くないんじゃないかと。でそのために今度はそれを肝臓で、合成をしてそれで各器官ですね人間の体っていうのはもう全部タンパク質でできてるわけです。で骨はいやタンパク質なんてカルシウムじゃないかと。そうじゃなくて骨もタンパク質なんですね。でタンパク質を高度を強化するためにそこにカルシウムが沈着してるんであってこのタンパク質の状態が悪くなると骨の質が全部悪くなって骨粗鬆症になってしまうわけです。あれはカルシウムが足んないから骨粗鬆症になるのではなくてタンパク質の状態が良くないから。それは何かというとやっぱり免疫力が落ちて炎症の問題が起きてくるわけですね。その問題によってカルシウムの状態もうまくそこに沈着しなくなるというような現象が起きるわけです。で手荒れですねこのひびが切れたりとかガサガサになったりっていうのは乾燥するからなるのではなくてやはりこれもアトピー的な現象の一つともう一つは細菌感染ですね。細菌感染細菌の影響これが強く出ると肌がガサガサになるんです。ですから乾燥肌っていうのもかかとのガサガサ指のこのガサガサひび割れ赤切れですねこういうものと類似して、やはり免疫力いわゆるばい菌に対する免疫力が落ちているということによって肌が乾燥しているのではなくて肌が炎症を起こし硬化してしまう硬くなる。だけど薄い状態で硬くなりますからいわゆるそこがカサカサするというような状態で脱落してくるというような現象が起きるんであってこれもアトピーのない人いわゆる膵臓の弱くない人はそういう現象はあまり起きないんですけども膵臓が弱くてそれで脾臓リンパ系というところが弱い人脾臓リンパ系が弱い人っていうのは子供の頃駆け出すと左の脇腹が痛くなる人これが脾臓リンパ系の弱くなる人男の人でひげ剃り負けをする人この人も脾臓リンパ系が弱くなる人最近はありませんけど少ないですけども霜焼けになる人この人もやはり脾臓リンパ系の弱くなる人なんですね。でそこまではっきりした症状がなくても赤切れになるとかその乾燥肌になるという場合にはみんなこの脾臓リンパ系これが弱くていわゆる免疫力が低下するという問題といろいろと複合的にですねでこの唇が乾くという場合にはですね唇が乾くないしは荒れるという場合には脾臓リンパ系の他にそれと膵臓の他にもう一つ腎臓が関係している。唇というのは腎臓なんですね。ですから唇が弱い人というのは腎臓が弱い人そうすると唇が荒れる。
で弱い人でもその時の状況によって、いわゆる生活環境によってより体が疲れて腎臓に負担がかかってくると唇が荒れるというように、全部免疫とその人がもともと持っている生まれつきの弱さ、こういうものと毎日 その生活の中から来る負担のかかり具合、こういったものがもろもろと絡んで症状が出るんで、実際にはどのようにしたらいいのかというと、やはり睡眠不足にならないように、同じ姿勢というのは非常に運動の中でも一番体の疲労がたまる、そういう運動なんですね。ですからこの間も言いましたけど、スクワットをやってみるとかですね、手上げかかと上げ、こういったものを取り入れて免疫力を落とさないようにする。今もう間もなくお正月ですけども、風邪をひいちゃうと、風邪をひくのと肌がガサガサする、唇が全部同じことですから、免疫力を下げないように、上げるの大変ですから下げないように、くれぐれも寝不足をしないように気をつけてください。